北海道は家内市総谷岬の初日の出、高尾山十一丁目茶屋の初日の出とは、1月1日の日の出のこと。日本では一年に一度の最初の夜明けで、めでたいとされ、多くの人々が初日の出参りを行う。韓国でも初日の出を見る習慣がある。初日の出の習慣は、日本古来のものであるが、人口100万を要する大都市、江戸では盛んに行われ。 特に柴田かのあたご山と神田湯島がに大名所だった。全国では明治以降に盛んになったと言われている。四方廃という天皇の元旦の儀式が始まりで、それが庶民の間に現在の形で広まり、初日の出を拝むという習慣になった。全国各地に初日の出スポットがある。水平線を見渡せる海岸や山頂、展望台、 高層建築物の最上階や屋上などである。初日の出の時刻は毎年ほとんど決まっているため、国立天文台の電話相談室の担当者だった、理学博士の長沢匠によれば、11月頃になると、国立天文台の相談室には、旅行代理店などから、本土で最も早い初日の出が見られるのはどこか、という質問が多数寄せられ、 天文台側も50カ所から60カ所の初日の出スポットの時刻計算リストを作り、質問に答えている。また、初日の出の際に願い事やその年の決意などを祈ることが多い。季節柄、曇りや雨、雪の多い日本海側よりも晴天の多い太平洋側の方が見られる確率が高い。韓国でも初日の出を見る習慣があり、主に旧正月の元日に、 韓国全土にある、初日の出スポットで見る。菊池一郎、江戸府内絵本風俗を浦い、青がえる坊、昭和50年、7ページ。イークラいいくら春昔恋生き方のすすめ。コムジンバイ NTT コムウェア長沢。はい、こちら国立天文台星空の電話相談室、新潮文庫、2001。ABCD 質問1から6初日の出が、日本で一番早い場所はどこ 国立天文台2019年4月21日閲覧初日の出が一番遅いところはウェザーニューズ、2019年4月21日閲覧韓国で見る初日の出絶景で迎える2021年韓国全国初日の出スポットありがとうございます